喉越え公園は、広島県秋田方市八千代町端にある都市公園である。広島県が郷の川に建設した特定多目的ダムである端ダムによってできたダム湖上流の北東側、湖畔にある、平成6年度に開園した。今から300年以上前に、長谷地区の水不足による干ばつをなくすため、資材を投じて用水路を改作した駐在門は、 工事中に声も出なくなってしまい村人から喉勢中在門と呼ばれるようになった。用水路が完成すると、干ばつもなくなり、異業を称えられることになった中在門を忍んで命名された。桜のシーズンには、超賃の明かりで夜桜を楽しめる。周辺に6000本の桜並木があり、桜の名所となっている。2013年7月7日には、園内の芝生広場内に、 複合大型遊具が設置された。カラフルな展望台が特徴の6から12歳対象の自動ゾーンの他に3から6歳対象の幼児ゾーンがある。自動ゾーンには柵などの安全対策がなされた長いローラー滑り台があり、登るための階段には小さな子供でも安心して登れるように小さなステップがついている。また、ローラー式ではない滑り台も併設されている。 15メートルあるターザンロープなども備えられている。自然を生かしたグラウンドゴルフ場や水に親しめるように膝下まで浸かる程度の小川、小川のそばには足や手を洗うための水場、あずまや簡易式のトイレが備わっている。ありがとうございます。